ちらは津山ヒノキ。ヒノキ枝がいっぱいあるんで、はい、挿し木してね。挿し木して増やしましょう。寄せ植え作ろうこれ。うん、寄せ植えのいいと思うこれ。こちらは上野グリーンクラブで 20% オフで買ってきました。1400円ぐらいで売ってる素材です。あ、これ肌が来るまで結構時間かかるからね。幹の木が若いからね。うん、まあ、でも挿し木もいっぱいできますからね。ずっと見ていくとね、ここが結構幹と同じぐらいの太さが出てるんだよね、この枝。だからこれ総管で作るか、それを抜いちゃってこれ単管でやるかですね。なるほど。ずっとねこう見ていくと、ヒノキの特徴、こうだから骨になって、こう両脇にはこう枝が出てるんだけど、はい、前後の枝っていうのは、地方には出てないんですよ、これ。針金でこうねじりを少し入れてやって、前枝と後ろ枝を作っていくような感じにするか、枝抜いてみれば分かると思います。ずっとね、こんな感じです。後ろも同じ、こういう感じで。こういうふうになってるんですね。うん、だから、こう少しこうねじりながら作っていった方がいい。前後 の、 あの枝ができるかと思う。なるほど。足元にはね、これ前後に枝出てるんだろう。切ったやつはみんな挿し木用に、うん、これ全部挿し木、水につけておきます。うん、水につけて挿し木しよう。枝はどういうの切っていけばいいんですかね。枝はちょっとここが見えないから、まだただ見えるように切ってるだけです。今当時に近い、うん、これ太枝があるから、これを使うか、うん、それとも取っちゃうかですね。ヒノキは初心者向けの木ですか？うん、これ結構丈夫だよ。ただね、父もヒノキあるんだけど、台風が来てね、塩害。塩？それに当たってね、枯れちゃったんだよ、そのとこ。ここに置いてあったやつも、石川さんのやつも、台風の後枯れたから。塩害があるんだよ。海沿いの町だと結構厳しい？厳しい。台風の後ね、水でジャーってきれいに洗い流してないと。塩水に弱いみたいよ、これ。一回塩水かけてみていいんだ。枯れちゃうじゃないですか。どうなるか。実験で、実験で。多分であれ、塩害だと思う。こっちでも同じ箇所からいっぱい出てますね。うん、いっぱい出てるから。うん、こうやって時にね、これ枝をガクッてこう下げられないんです。これ、裂けちゃうから。あ、これ今柔らかいけどね、もっと古い木だとね、下げると裂けてくるから。樹形は基本はやっぱ直感なんですかね。直感だね。ヒノキだから建築材料だからさ、はい、直感で作ってるから。なるほど。曲がった木じゃ建築材料になんないもんね。私前ね、こう林業関係のね機械売ってたことあるんですよ。チェーンソーとかね、ヒノキに木登っていくんですよ、うん、木登り木ってあるんですよ。木登り木、木に登っていく機械がある。うん、木こりさんがね、こう木を枝打ちするわけですよ、こうやって、うん、下の枝みんな取っていくからね。その時にヒノキが木に登ってって、枝を切るだろう。木登り木っていうのがある。これやっぱりヒノキは直感がいいと思うよ。直感、うん、一本じゃちょっと寂しいからね。寄せ植えがいい。寄せ植えがいいと思う、うん、立派なやつならいいかもしれないですけどね。いっぱい挿し木できるだろ、これ。こんな感じなんだ。こんな感じね。え、なんかまっすぐじゃないですね。根まで取ってった方がいいやんかね。創刊みたいになってるんだな。こんな感じ。クリスマスツリーになっちゃう。クリスマスツリーになってますね。いいかもしれない、クリスマスの時は。この辺はちょっと足元が怪しいな、盆栽としては。これもやっぱ右左になるように切ってるんですか？うん、右左。枝は。うん、右左前後左右だね、これね。右左前後。目つみは心拍と同じような感じですか？うん、同じような感覚。目つみね、こういうふうに葉っぱが出てるの、これ。これね。で、はいはい、葉っぱの形作る目つみって、一応の葉っぱの形みたいにこれ作ってくれる。で、なんか先端が出てますね。そう。この出圧だけ取った方がいい。これ全部こうやって、もっと小さくしようと思って、全部取っちゃうとね、綺麗に芽が出てこない。うん、この芯が、ずっとこれが芯なんでしょ。うんうん、これをここで抜いちゃってもいいんだ。そこで切っちゃう。こういうシール。そうするとこういう胃腸型にね。そう、胃腸型になるから。本当心拍みたいな感じですね。そう、心拍と大体似てるね。成長点を残して。あんまり強くね、目つまない方がいいと思うんですよ。なるほど。葉っぱがね、こう上下にこう重なって出るんですよ、これ。上の強い目を使うか、下の弱い目を使うかでね、どうやって取るかなんですよね。分かれるんだ。こんだけ密集してるのに元気ですよね。元気、うん、枝もやっぱりこう透かしていった方がいいと思うんですよ、はい、これ
ここに。で、この辺の間取って、で、これが長いから、これ2枚です、これ。これ上重なってるから。これずっと伸びてきてるでしょ、ここに。はい、で、この元の葉っぱがこう上重なって出てきてるんですよ、ここに。ここに。だから、どっち使う、私もね、結構迷うんですけどね。これどっち使うか。この枝を、この葉っぱを使うか、それともこれを使うか。大体ね、これ短くする。これ取っちゃおう。で、枝はもう交互に作っていけばいいですよ。あんまり元にある葉っぱはいらないでしょ。うん、そして、これがスタートの枝。はい、これね。そして、今度これ抜けるでしょ。これ抜け。左になってるから、ね。交互に出していけば。で、これ抜いていけば。要は、これ抜いていく。ハスカシですね。そう、ハスカシしていく、うん。これが元の葉っぱになってるでしょ。うん、これこう取っていくと。まあ、これは今年伸びた枝だからね、枝で、これは去年だ、ここがきちっともうできてきてるから、うん、こっちはあんまり目摘み、先端が目摘みだと思うので、こうやって見ると、こんな感じになるんですよ。じゃあ、これもっと詰めていかなきゃいけないんです。でね、こう、ヒノキはね、はい、こう、金っけ嫌うみたいですよ、ね。金、え？金っけ、金。ハサミとか、うん、嫌う。嫌う。黄色くなってくると思う、ハサミ使うと。要はだから葉っぱとかですかね、うん、が枯れちゃうんですかね。枯れるのかな、先端が。うん、金っけが嫌いなんです。杉もそうでしょ。で、手でやるんですか。うん、手で、目摘みとか、目摘みはこうやって手でやる。のんがきばっかりやって、枝が抜けてないな、これ。やっぱり模様がついてるね、これで。針が出て、これ直してやるんですけどね。微妙に。こんな感じ、相関にしてる。そうか、ちょっと寄せると。うん、これがすれ、これがいらないな。いや、これも相関に、ここグッて寄せれば、ここの曲がりがある程度ね、緩和されるような気もしますね。うん、そうだよ。中途半端な曲がり、ね。かなり枝抜いちゃうだろ、これ。かなり抜いちゃう。これは邪魔っけだね。枝がなくなっちゃうな。枝なくなっちゃうもんね。挿し木の素材がいっぱいできちゃう。足元を見てみると、植え付けがちょっと曲がってる感じがしますからね。多分もうちょいこう。こうだね。こう。そう。すると割とまっすぐに。うん。結構足元太いな、これ。うん。結構太いよ、これ。もし枝取りすぎちゃったかな。枝取りすぎちゃった。まあ、また出てきますからね。まだいっぱいあるからね、ここに。よし、これで針金かけるか。はい。やっぱ股を締めていけば。うん、締めてる。うん。こうね、股を締めてる。ちょっとね、こう上の方、あの少しねじりが入ってるから。これ骨だから少しこう、前後の。ねじって葉っぱの配置を。ちょっとこう、うん、ねじっとけば。だいぶさっぱりしましたね。さっぱりした。あの、もっと葉っぱが出てくるよ、これ。まあ、でも骨格曲がってたから、ある程度直せば。やっぱり、ヒノキは直感だな。直感ですね。これ長いかな。こんなもんかな。こんな感じで、相関の。こんな感じで。直感ですね。ここがちょっと太っちゃったね。そうですね、太いですね。長かったね。じゃあこっちが親の方がもっと太ってくるよね。うん。気にならないと思うけど。気にならないかな。うん、これはこれでじゃあ。うん、これで。作っていく感じで。はい、
でですよね。これですよ。こんなに刺すにはどうしようかな。こんなにいっぱい取れましたね。またテレビ来てるの？ちょっと取材してますね。カンピタ君が植えていくな、うん。変わった止め方。こうやってやる人もいるんですよ。この時期に挿し木しても付きますかね。付くと思うよ。多分大丈夫だと思う。ギリギリですかね。うん。適期は6月とか。5月とか6月。うん、6月ぐらいが一番いいと思うけどね。これはバーミキュライトがいいんだよ。これ。ああ、土はね。あれがこうしっくりするんだよな。ずいぶん伸びたんだろ。これ今年伸びたんだろ、これ。うん、そうですね。今年だと思う。長いと多分枯れちゃうから、きっと。長すぎても。葉っぱが重すぎてもダメだもんね。うん、こんな感じで、挿し木をしていきます。風が吹くと飛んでっちゃう可能性あるんだよね。やっぱ風があんま強くないところですかね、うん、あと水を枯らさないようにってことですよね、うん、でちょっと僕も一緒に挿していきます。挿し木を、うん、だいたい挿しましたね。でこれでまた増やして今度は寄せ植えを。今度はあのヒノキ林ですね。ヒノキ林を1年後に。山だね。ヒノキ山。ヒノキ山。まあヒノキあんまり動画ね上げてないですけど、まあこういう。あんまりない？うん。あの石灰ヒノキは多いですけどね。ああ石灰ヒノキは。うん。まあこういう風に直感にして。本当のヒノキじゃないですね。そうですね。作ってもいいし挿し木もつくので面白いんじゃないかな。直感面白いよ。相関、うん、相関ですね。ポイントはやっぱ枝をこう寄せていくっていう。本当ヒノキなんかこう相関なんか作んないもんね。あの、まあ、建築材料するんだったらね。建築材料するならまっすぐ伸ばして。まっすぐ作る、うん。というわけで今日はヒノキの生死と挿し木で、増やしていくというようなことがやってきました。挿し木がいっぱいできるといいね、これね。そうですね。これでまた。増やして遊んでいきましょうと。じゃあ本日もありがとうございました。はい。はい。